昨日、リニア新幹線の問題を協議する県の専門部会が開かれ、トンネル工事で発生する残土の置き場などについて議論されました。昨日、県庁で開かれた専門部会では、トンネル工事で発生した残土置き場の選定について議論が交わされました。JR 東海が残土置き場の候補地として説明したつばについて、県は、 地層の深層崩壊が起こり大規模な土石流が発生する恐れがあると難色を示しましたこれに対し JR 東海は土石流などの発生を想定したシミュレーションの結果をもとに残土木場があっても影響は小さいと主張しましたしかし県は他の候補地も検討するべきとして残土木場の再検討を求めました